こんにちはったらこんにちは、いずもです。今週はダイソーのアクリルライトを改造していきます。写真に出てますけど、収録中に嫁様とか娘ちゃんが入ってくるのを阻止するために購入しました。いや、これで阻止できるかどうかわかんないですけどね。さて、この製品、もともとはコイン電池を使うんですが、コイン電池をバンバン使い捨てるのも地球と財布に優しくないなと思いまして、充電池が使えるようにしてみました。その過程で LED も交換する羽目に。では工作の様子をご覧ください。多分 Amazon で買った電池ボックス、単4電池が2本入るタイプ。今回電源兼台座として使います。この溝に円盤を差し込む3段。うまく刺さるでしょうか。なんとかなりそうです。アクリルライトの開封と分解です。値段が変わってないのですが、ダイソーのサイトで調べたらこれ100円でした。電池の蓋を外してみます。コイン電池の端子は外側がプラス、一緒に買ってきた水性マーカーで何か変えてみます。端子に電池をつなげてみて発光テスト、全然ダメです。そもそも電圧が足りなそうなので、LED が交換できないか見てみましょう。電池入れの中にネジが見えたので外します。あっさりバラせました。とてもシンプルな作りですが、ちょっと変わった形状の LED が入っていました。手持ちの LED を削って同じような形にします。これは余計だとは思うのですが、光が無駄にならないように側面を覆うことにしました。たまたま目の前にあった雨の包み紙を使います。もともとついていた LED を外して、新しい LED を取り付け、プラスチックが溶けないように素早くハンダ付けします。だいぶ明るくなりました。電池ボックスからの配線を通すためにケースに穴を開ける必要があります。ここでもリューターでガリガリやりました。ケースに外から通して、曲線を間違えないようにハンダ付け、円盤とケースを組み立てます。ネジを戻して、ダムを戻したら出来上がり。家にあるペンの中ではフォスカが一番見えやすかったです。さっき掘った電池ボックスの溝に本体を立てます。お手軽にホットボンドを使いました。実際に光らせてみました。まずは机の上です。こんな感じに見えます。扉にぶら下げてみました。こんな風に見えます。 LED が入ったケースが赤ランプに見えていい感じ。というわけで、ダイソーのアクリルライトを魔改造してみました。といっても電池ボックスつけて LED 交換しただけですけどね。
オリジナルのままだと昼間はさすがに暗かったと思うので、手間をかけた価値はあったかと思います。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。さて、次は ESP32 に戻る予定ですが、何かネタを思いついたらまた寄り道するかもしれません。ではまた次回、よろしくお願いします。